ントだ。でその本部のテントに、小さいステージがこれぐらいのダンサーのステージの場所があって、その前が
高校2年生から付き合って、先月の22日で6年が経ったね。で、この6年間振り返るとすごいたくさんの幸せなことがありました。で、これからももっともっとたくさんの幸せな思い出を琴美と作っていきたいと思う。で、今日は俺たちの家族や友人や職場の先輩後輩たち、僕たちのためにこんだけ集まってくれました。で、こんな2人の大切な人たちの前で僕は誓いたいと思います。琴美、これからも一生幸せにする。だから俺と結婚してください。お願いします。